はい、音聞こえますかね、この音で。これ今、ブレーキだけ踏んでる状態だとこの音なんですけど、パーキングに入れるとですね、音はしなくなることもあるんですが、これでもね、はい、またちょっと聞こえてきましたよね、この音です。でこれは何かが震えてるんかなと思っていろいろこうやってやってみたんですけど、この辺の音じゃなさそうなんですね。ということで、ではエンジン周りにちょっと行ってみましょうか。はい、エンジン周りで、よいしょ、ここを開けてですね、ちょっと忘れて、振動してる音が、開けるとエンジン音が大きいのでちょっと聞きにくいかもしれません。外に出るとあんまり聞こえないかもしれないですね。はい、ちょっともう一回車の中に行ってますが、今エアコンは切ってます。この辺りから聞こえる。今してます。今結構ドゥル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 っていう音がしてると思うんですけど、はい、ちょっともう一回パーキングから外してますね。はい、今静かになりました。でもだんだんまた振動が大きくなってくるんですね。また聞こえてきましたよね。でパーキングで一瞬静かになるんですけど、またしばらくすると振動がだん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 こう誇張されてっていうんですかね、まだしてません。今エアコンは切ってます。はい、してきましたね。この音です。何の音か誰か分かりますか？